あおちゃん。いつも予約がないとちょっと入れないかもしれないところですけどね。すごいっすね。ちょっととりあえず入りましょう。こういう入り口だったっけ？うん。じゃあどうも。ちなみにですね。どうもです。お疲れ様です。はい、どうぞ。ちょっと遅くなってしまったよ。まあ、どちらでも大丈夫ですから。はい。どうですか？はい。これが有名だ、ね、いい感じですね。さ、もう食べに来るの中久しぶりだもんね。早速、何を食べるの？何飲むか、何飲むか、何が何だっけ。久々に来すぎ、久々すぎて分かりますよ。日本酒ですかね。とりあえず日本酒に行くか。おそらくこの篠峰がいいと思う。篠峰、篠峰を2号ください。はい、グラスになっちゃうんですけど。はい、それで1個1個で、はい、2つで、はい、お願いします。すいません、モザイクかけるんでお店の雰囲気取りを。いや、おしゃれですよね、本当に ね。これからなんか本店に行くんだ。そうね、2階もあるんだよね。2階もあります。この感じさ、明るい。そうだね、あの飲み屋さんにしてはその照度が大きいんですけど、それでも帰ってだからその立地も相まって入りやすい雰囲気あるので、そうだね、いいじゃないかな。今時のこういうアレンジの店にしたら確かに明るいです。明るいね。暗くはね、入ってるのに入りやすいんですよね。見上げると眩しいぐらいだもん。つまり電球の数すごい多いんですよ。そう、多いんですよ。直接照明がすごく多いんで、だからすごく明るいですよね。で、おそらくきっと調光ついてて、多分夜だともうちょっと暗くなるんじゃないかなと思ってみんな思ってるんですけど。これ照明調光できんの？はい。まあ、それで調光できるんだけど、でも今が一番明るいです。焼き鳥いきますか。あの時間で食べきれる程度で、やっぱり、はい、あ、すいません、せせりとね、うん、します。せせりと何か使えちゃう。まああとせせりがあればあとは任せる。せせりネギです。はい、うん、でセセリネギを2本と、はい、あと、肝って、あ、肝は肝だよ。つなぎも、つなぎも、を2本で。はい、はい、お願いします。まあ、ちょっと時間がちょっとね、あまり。はい、取ります。パパイ、日本酒に来ました。ワインから始まってね。これ、あ、絶対うまい、うん、もうこれうまい。六丸大町奈良県やっぱりあれ、本橋さんは何、ちいちゃんの店行ったことあるの？ちいちゃんの店、はい、一度だけ。あとはうちのスタッフが何回か行った。相変わらず飲み好きなやつが多いね。夜の飲み好きが多いね、スタッフは。
みんな終わったら飲みたいな。だって昔竹馬場の店あった時、竹馬場の店で元橋のスタッフみんなに会ってくるから、ね、いいことじゃないですか。いいことじゃないですか。そこのだからノイがやってた時はノイでもあって、ね、でマチルダのやつお店のやつと本橋のお店のやつを合わせてみんなで飲みました。本橋さんはあのオープンするちょっと前ぐらいに一回来たことがあって、なるほど、ほら多分店を作った時にうちの嫁がこれすごい気になるって言って、なんかまだ元さん準備してたのに店内とかじっとするとかうちの嫁がこうやって見て開けてくれて、オーナーさんいい人だ。まあ俺だったら自分から入ってくけどな。まあこれ何なんの、僕も入れないから。そう、僕のほら一応すげえなと。これ 何件かあるよ、それで入ってったの。何ですか、うん、何になるんですかって見せてもらっていいですか。川越市駅の方もお店があるんですよね。6軒じゃん。こっちもおしゃれな、すごい駅前に。でもちょうどね、こっちが本店なんですよね。本店扱いでいいの、ここは。で、6軒を作り出した頃に、あの店名変えちゃったから。で、最初は意味が分からなくて。意味が分からなくて、店名変えた意味、店名を変えた意味が分からなくて。あ、最初だから、こっちと向こうが野望はあえて変えたのかなと思って。ああ、はい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 。だ、向こうは元足で、こっちはそのままで。家も。そしたら、撃たれちゃったんだろ。え、家も撃たれたんだろ。まあ、撃たれられたらもっとあれになっちゃうけど。ある客まとめたんだよ。ある客だ、消防、商標登録で引っかかったから。ある家も、そうそう、そこから訴えられたんですか。いや、だから訴えられはしなくても、そこに店名を変えてほしいっていう話。そう、商標登録引っかかってますよみたいな。あ、それで変えた。それで変えたんですか、店名。元橋はだって、大野さんの本名ですよね。そう、だから僕大野さん知ってて、大野さんの元橋さんってのは知ってたんですけど、あ、なんかだからもう、あ、自分の名前で行くんかなみたいな風になったんですけど、じゃなくて、あの商標登録引っかかって、引っかかって野望を変えたの。そうなんだ。まあ、俺なんかお店の名前覚えてねえとこ多いしね。でしょ、うん、あそこ行こうぜ、あそこ行こうぜで、 お店のやつともね、店長とも仲良くしてるのに、お店の名前覚えてねえお店いっぱいあったんだよ、ね、でそれこそさ、お店のオーナー店長とかは知っててもさ、お店行ったことないとこもあるしね。で、今度行くよ今度行くよって、あ、やっと行ったよみたいな。クラフトもそうだったしさ。あ、クラフトね、もう結構出来上がってきてんじゃん、だから。はい、ちょっと見えないね。はい、そういうことせせりせせりせせりネギ、せせりネギ、素晴らしい。ほんとここの焼き鳥は超うまいんでね。いや、超うまいっすよね。うん、ちょっといただいていいですか。はい、どうぞ。うまい。すごい、何がすごいの。4時半、5時前だろ、うん、今日満席やった。カウンター満席、上も満席。上は空いてない、開けてない。一応ね、コメントしてもらいたいんで、あと今が一番いい、今が一番いい。今竹田も今やっちゃって、今がいい、今、ね、
出れないいいよいいよ、モザイクすぐ、はい、あのな何時オープン、何時ラストか、いや4時半オープンの10時半ラストです。で、定休日、定休日で水曜日っす。おすすめ、おすすめ、なんでもおすすめっす。こんなもんでいいっすか、おすすめは店長っす。ごめんなさいね、お忙しいところ。いや、とんでもないです、ありがとうございます。本当にこの店はすごいですよ。まあ、売れてるっていうのももちろんそうですけど、やっぱりですね、でもあんまりずっと撮ってるわけにはいかないんで撮れないんですけど、あのマスターの元田さんの、あのね、動きの迫力ですよ。迫力ってのはみんなを癒すじゃなくて、やっぱりだからその場を盛り上げていく動きをカウンターの中でできるっていうのがね、あまり顔越えにはいらっしゃらないタイプのバスター最近はね、素晴らしいです。最近はちょっとね、経営学とかね、勉強会に目覚めてね、いろいろ出てくるんだよ、セミナーとかね、うん、出てくるんだよ暇なの、あ、でも暇じゃなくなっちゃったからな、暇じゃなくなっちゃったから、一時期いろんなちょっとセミナーっぽいのが出てきたじゃん、セミナーっていうかさ、ちょっと表に出てきたじゃん、またちょっと暇なくなっちゃった。いや、これはあんま向いてないな。あ、向いてない。あ、それでも大事。まあね、そう、だって鈴の家に来てもさ、すげえ居心地悪そうだったな。そうです、そんな、そんな言うたんじゃない。カットするから大丈夫、カットするから大丈夫。そんなじゃない。いや、鈴の家が居心地悪かったんじゃなくて、その、そういう場に合わねえなと思ったんだよ。あ、僕あんまり、大勢の中であんまり生きられないのかな。そう、すげえ居心地悪そうだな。そんな行かなくて大丈夫です。いやいや、分かってる分かってる、あの、いや、分かる。あんまりね、大勢の集まりの中でちょっと浮いちゃってたな。いや、まあ、あれですよ、だから元々もそうなんですけど、プレミアなんですよ。